御帝十三隊総隊長山本源流祭茂国殿とお見受けする。宣戦布告に参った。ヒヨ、わしは長次郎のために自らに源流祭の名をつけた。1000年前、200年前じゃないのか。心配無用。このわしがおる。それに勝る警備などない。なんだよ、あの化け物は。一体どうなってるんだ。こっちの攻撃がまるで効かねえ。しかも、なんで。なんで死んでいくやつが、みんなあんなに叫び続けてるんだ。全隊長に命ず、これより戦の準備にかかれ。賊軍の先兵は開戦は5日後と告げたが、九州をかける寛永邪智の徒輩の言葉など信ずるべくもなし。直ちに全霊全速で戦備を整えよ。二度と奴らに先手など取らせてはならぬ。グッドインディーだ。なぜならボスの戦いで士気が上がるのは君らだけではないからだ。ガバレックス組織本当だ、見誤ってるね。山爺はそんな常識に通じる人じゃないんだよ。心配無用。変わらんな、ユハマッハ。じゃが、ニカを軽んじるその悪辣を、ここで終わるものと知れ。お前は老いたな、山本茂国。だが、怒りに身を任せるその姿は、若き日にも重なって見える。抜かせ！総隊長殿が怒っておられる。残花の太刀、静かに少しずつ消えていった。残花の太刀東旭日寺、お主らはただ焼かれるのか、ぬくろの群れに過ぎぬということ。残花の太刀この熱、実に1500万度。挽回したわしは、その身と刃に太陽をまとっておるものと思え。いつよさか、吹き出す霊圧を炎のように見せていくか、山本茂国。さあ、終わらせるぞ、ユーバーガンさん。さっさと終わらせんと、お主と一緒に。わしのソウルソサイティも燃え尽きる。すぐに捕らえて殺すのだ。だけど行こうか。ジャンクとツビンが通じる時だ。手を貸せ。しばし戦の勇姿を触れてやる。残花の太刀、南。
た10万億紙大掃除。わしがこれまで受け入れた者たちの肺に我が刃の熱を与えて叩き起こす。ザイドリッツ、人の心が残っておったか。わしにはお主の涙が見えるぞ、ユーハバッハ。苦しまろう、みんな。やがそれらは全てお主が殺した死神たちの憎さ苦しさには在無と知れ。ワンカの立ち来た怪人。心燃え立つ雨の降るとも。